粉茶の茶葉粉茶は、荒茶から煎茶を作る製造工程で出た粉状の切れ端を集めたもの。茎茶やめ茶と並んで出物と呼ばれる。いわば煎茶の切り落としのようなものであるため安価だが、茶葉の質素のものは煎茶に劣るものではないため、価格の割に良い味のものが多いとされている。粉状であるために、茶葉の成分が溶け出しやすく、鮮やかな色合いで味の濃い茶を入れることができる。 熱い湯で短い抽出時間で手早く入れることができ、味も強いため、寿司の後味を、消し口の中をさっぱりさせる目的で、寿司屋の上がりとして出される茶の定番となっている。一方で、茶葉の成分が素早く抽出されるため、一煎目でお茶が出来てしまい、煎茶のように何煎も楽しむことはできない。なお、粉茶はあくまでも、煎茶の製造工程で出た茶葉であるため、 入れた後は茶柄が残り、茶葉が溶け切ってしまうことはない。近年、茶葉そのものを粉砕して、湯に溶かし込んで茶を作る、粉末茶が登場し、混同されることが多くなっているものの、両者は全くの別物である。また抹茶とも別物である。日本茶業中央会、今、知っておきたい、日本茶の基本2010年5月10日、発行会出版社、P42。 今、知っておきたい、日本茶の基本2010年5月10日、発行会出版社、P42。ありがとうございます。